群馬の由美子です。今日は2022年5月6日月曜日、前橋市大手町でいいかなの前橋マッテア教会を見に来ました。ここ知ってたんだけど、そんな古い建物とは思わなくて、ここもまあ古いけど、でもここはタルタリアとは関係ないかしらね。一応せっかく来たんでちょっと撮影します。今日は雨ですね。アカシアの雨に打たれて、このまま死んでしまいたい。お邪魔します。いいですね。ここもなんか古いから、古い建物を集めたサイトを見たらですね、ここも載ってて、でも今日の本命はここじゃなくて、前橋キリスト、前橋カトリック教会だっけな。あれ、なんか、あれ、なんかちょっと、お目当ては前橋カトリック教会っていう石造りのね教会なんですけど、ここもなんかいろいろああいう、なんて言うんでしょうか、ちょっと雨なんでズームができない、ビショップなんて、マッキンメモリアルカテドラル、マキム主教記念、聖堂、マッキントッシュみたいな、マック、C が小さいの、中とか入れるんでしょうかね。なんだろう、こっちは車椅子の人よ。マリアさんとイエスさんがね、なんか月曜日なのにこんなに車が止まって、貸し駐車場なのかな。もうそうかもしれません。ここね、官庁街なんで、みんな駐車場に苦労してて、それで前橋駅からも徒歩25分という遠さなのでこういうところが平日は駐車場を貸してるんですかね。もう一方の前橋カトリック教会にはそういう風に書いてありましたね。平日は貸し駐車場をやってるんで車を置かないでください。1951年 AB に建てたということになってますけど、ちょっと失礼してよろしいですかね、せっかく来たからね。サイズ的にも人間サイズっていうことで、トントン、こんにちは、イエスさんね、そのマッテア教会のこっちは日本キリスト教団前橋教会だって。なんかね、教会だらけね、この大手町の辺。これはなんか建物がね、最近の、コンクリート打ちっぱなしの見にくい、ですね、なんつったっけ、熊健吾じゃなくて安藤忠雄の汚らしいスタイルですね。悪魔の匂いがするアグリーって感じですよね。アグリーウォールって感じですよ。そうね、悪魔が好きそうですよね、この子。ちゃんと塗らなな、出来上がったらと、うちの母が言っておりました。
はい、今日はね、7月3日の、群馬マトフラミーティングの会議室仮押さえしてるのを本予約しに来ました。ちょっと見て、これこのさ、この縞模様ですよ。この何これ、大理石っていうの、この縞の感じがさ、よく見ますよね。あの何、エプスタイン島とかでもこういう建物ありますけど、なんですかね、タルタルしてますかね、これ。なんでしょうね、ここね、このタルタル感、とってもツルでできていて。じゃじゃーん、来ましたよ。ここが前橋カトリック教会だったかな、その裏手の方から来てます。駐車場がないんで、コインパーキングとか止めようかなと思ったんだけど、ぐるぐる、あ、そう、満車だったんですよね。でぐるぐる回ってたら、あの市役所の近くで、それで市役所をの駐車場にちょっと止めちゃおうかなと思ったらですね、そこも満車で大変ね、官庁街っていうのは。それで、そしたら、あの駐車場って男の人が親切に、係の人が教えてくれて、あの図書館が近くにあるんですけど失礼、私立図書館がね、そこの駐車場がもうちょっと向こうにあるんで、そこ空いてますよって言われて、そしたらこの教会に余計に近くなって、ラッキー。ここはね、さっきのなんとか教会と違ってね、怪しいですよ、非常に怪しい。よいしょ、はい、じゃじゃじゃーん、じゃーん、アンテナ立ってますよ。そして、ここはね、こういう感じです。ちょっとじゃあ行ってみましょう。こういう横から、あのね、見て、ただーうわー、これはなんか音を増幅する装置。ほら見て、おー、あの壁度が抜かれてガラスをはめられたエネルギー増幅器が、あ、ごめんなさい、見えました？見えます。そしてね、この日はね、なんとお葬式をやってます。それなんで珍しいですよね。私たち、あの教会のお葬式ってあんまり日本人知らないから、なんでね、ちょっと、明かりもついて綺麗ですね。ね、教会の、こういう感じで先頭が2つ、木の陰で見えないんですけど、もう一つ、これとこれですね。はい、アンテナが、アンテナが立ってますよ。十字架の上にアンテナが伸びてますよ。こっちはないね、うん、どう見てもアンテナだよね。エネルギー増幅器がすごい気になりますね。シンプルですよね。マリアさんがいて、こんにちは、あなたはマグダラのマリアですね。その美しさは、若いイエスの奥さんですね。こんにちは。あ、あっちに天井が見えるでしょう。ね。さあ、上、先頭。よいしょ。ちょっと横っちょ行ってみます。これ文化財の
ですっていうね。あ、これは怪しさ満点の、これはね間違いないですね。これは間違いなく全文明の遺産でしょうね。こんなもん作れないってば。どうですこのね、やっぱりセンスがねいいですよね。美しいよね。位置がおかしいですよね。これ地面ここだから、なんでこんなところに窓作ったの。体育館みたいだな。これ何これ、何これ、え、どういうこと。足元にこんな窓作りますか。中から見るとどうなってるんだろう。じゃーん、なんとかロック、ちょっと待ってください。あ、してない。はい、うん、あ、うわ見てちょっと、この入り口は誰用なの？小人用？あ、怪しさ満点の感じになってきました。ここもね、やっぱり7月3日の遠藤さんのあれの時に行きたいんだ。木の蓋が、ベニヤの蓋がしてある。ステンドグラス。よいしょ。とっとよく分かりませんので、今度7月3日に皆さんで、おー、なんか管が入ってってる一緒に見ましょう。ここもね、ちょっと午前中に見て回るうちに入れたいと思います。縄文倉庫のレンガ倉庫を見て、そしてここへ来て、この教会へ来て、それで昭和庁舎見て、で群馬会館いいかな。